本当は最強タッグチームのスーパータイガーと橋本智彦とやりたかったけども、智彦がああいう状態なんで、自分らも今日気持ちを入れ替えてスーパータイガー田馬場選手と戦いました。田馬場選手、いきなりのタイトルマッチなのに、受けてくれて、本当やっぱりあいつは男だと思います。皆さん拍手を送ってあげてください。